こんにちは。今日は9月に入ったので新しいお手本のページを書いていきます。まずはかなのお稽古やっていきます。死んじゃいました。で、これがお手本です。どんどん描いていきます。いいかな。1,2,3,4枚描けたので先生に見てもらいます。この紙が結構にじみやすくて、ちょっとゆっくり描くとすごいにじんじゃって、なんか紙によって違う。あれ筆何使ってるっけ。朝露だとできないことはないんだけど、もうちょっと細い方がいい。本当はね、要は長い分墨付き良くなっちゃうから結局にじむんだよね。とりあえずはい、おい、ぼんちょ、あれ、髪切ったね。
当だ、すっきりして。暑いもん。55分とかでも大丈夫ですかね。2時55分、大丈夫大丈夫。すいません、お願いします。うん、オッケーオッケー。あいよ。涼しくてよかったね。あいます。それかツルツル、ツルツルの、あっちのツルツル。ああ、あれはにじまないです、ツルツルの髪は。おばさんの。ないんだけど、こういう風に回ってこなかったんだよな。ああ、上にもクルーンがある。で、こっちだな、これでかいな。これ取っといて。あ、出だしがでかいな、頭。だいぶ直されましたので注意しながら書いていきます。みたいなとこ切って、うん、なかなかにこんな日だった。
怖い怖い怖い。はい、またいろんな紙で4枚書いたので先生に見てもらいます。こっちの方つったんだよ。そうなんですよ、これがなんかあんまり良くないって言われた。にじみもしないし、かつれもしないから、この紙はちょっといまいちだねって言われて、ゆっくり書かないといけない、うん、ごめん、ちょっと先にこっち名前引っかかっちゃったよ。え、名前、名前を直される、うん、名前引っかかっちゃったよ。名前こっちよりももしかしたら、はい、違う塔の方がいい。うわ、全然違う。いや、ここだけ、要は草冠だけ変えただけ。こっちの方がいいかもしれない。あの、うん、ちょっとうるさく思うのと、あと、要は直したかったのって、この横棒がなくなっちゃってる。ああ。うん。それがちょっと気になっちゃったんだ、今。歯に読めねえな。歯に読めない。うん、待って、歯、いい。ない歯なんだよ。そう、歯なんだけど、こうなってんだよね。この部分の横を描くとこがなくなっちゃってるから、うん、それがちょっと気になったな。うん、ね、こういうとこがちょっと太いな。また4枚書きましたので見てもらいます。うん、そっか、それを言っちゃうとこれめちゃくちゃ長くなるのか。さてどうしたものか。あ、これやりすぎだよ。長くてこれの真ん中に持ってこらいいんだよ。あ、要は上にしちゃってるからさ、確かに長くはするけど、ま、あくまでこの2画目は真ん中に持ってくるから、いや、これは嫌だな。全部そう、両方ダメ。これもう、あ、これギリギリいける。ギリギリ、ここ3枚はちょっと上すぎる。でも太いから目立つんだな、余計。ああ、そういうこと。この毛を強くしちゃうなぁ。そう見ていってほしいとこだな。こっちは細い。なかなかいいのがない。まあこれだな。いいですか。よし、とりあえずこれだと行きましょう。わかりました。はい、ありがとうございます。今日はかなのお稽古の様子をお送りしました。それではまた。